ようございます。ドラムの横山和明です。ただいま、午前9時ごろ、の池袋におります。午前9時と言いますと、会社勤めの方々からしたら普通の時間だと思うんですけど、我々、夜型な生活になりがちなミュージシャンからしますと、午前9時の午前5時ぐらいの感覚ですね。非常に眠いです。辛いです。こんな朝早くから何をしているかと申しますと、今レコーディングスタジオに向かっております。これ今日はこれからレコーディングということで、シリーズ化するかわかんないんですけど、ミュージシャンの仕事場を覗いてみよう的な感じで、今日は動画を撮ってみたいと思います。というわけで今日も一つよろしくお願いします。到着しました。スタジオに到着しましたら、まずミュージシャンスタッフの皆さんにおはようございますと挨拶するところから始まります。そして自分の楽器のセッティングに移るわけですが、今その様子を早回して見ていただいております。だいたい楽器の位置角度なんかを決めながら、同時にだいたいですけれどチューニングも進めていっております。はい、今ちょっと自分で持ってきたペダルなんかを出してますね。はい、今度はシンバルがついてきまして、だいたい組み上がりました。はい、それからスティックが出てきましたね。今実際に叩いて、チューニングを調整しております。それから、セッティングもね、微調整なんかしております。ぼーっと見てたら、はい、今日の僕の、持ち場こんな感じでございます。はい、ちなみにこちらのスタジオは、オーナーがドラマーですので、いい機材が揃っておりまして、決して楽して持ってこなかったわけではなく、シンバル以外お借りしております。こちら本日のおやつです。僕がほぼ毎日通ってる新宿ベルクで買ってきた、クリームチーズの挟まったサンドイッチですね。はい、これを、後でいただきます。西川君さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はレコーディングに来てます。はい、ハモンド B3 を弾いてます。はい、朝来たらヒューズが飛んでました。はい、音が出ませんでした。だけど車の中に積んであったレスリー、皆さんも車に積んであると思うんですけど僕もちょうどね、今日たまたま車に積んであったんでですね、そこからヒューズ取り出していろいろやって事なきを得ました。よかったねということで。まあね、はい、備えあれば憂いなし。
まあでもね、こう皆さんあの自分の車に LSE の一つや二つ積んでると思うから、はい、まあね、うん、そう問題ないと思うんですけど。そうですよね。一家に一台はね、まあ、あると思う、ね。まあ、そうそうそう、一般家庭にはね、はい、あるって言いますから。そうそう。というわけで、はいはいはい、今はなんか無事にね、その半分以上取って夕方4時くらいなんですけどね、はい、まあ、この後もこう楽しく取れればなと思ってます。いや、ちょっとね、あの前半戦どうなるかと思いましたけど、意外にね、取り始めたら順調ですよね。そうですね。いや、やっぱさすがね、バンドでやってるとね、うん、そういう話が早い。早いですね。明日どうするの、うん、2日間あって、明日何したらいいですかね、我々はね。遊んでればいいんじゃないですか。ね、何このスタジオ使って何しますか、ね、横山さんだったら何しますかね。どんな遊びをしますか。なんでしょうね。うん、ちょっとそれは今夜帰って考えてます。帰ってから考えようと思います。うんうん、そうですか。いやまあね、でもなかなかね、楽しいですね。そうですね。うん、いや楽しいですね。レコーディングなんかもすごいでも勉強になるから、またそのね、やるたびにすごい学びがあってね、はいはい、すごい楽しいですけど。うん、そうそう。なんかもっとこうね、コロナも収束しかけてるんで、これからまたね、いろいろ。レコーディングとかもね、我々やっていきたいものですね。そうですね。はい。まあ、またね、西川バンドはね、最近活動止まってますけど。はい、そうですね。なんかね、そのうちお願いしますよ。はい。そうですね。なんかあの地味になんかリーダーライブ的なのやってるんですけど、まだなんかこうやることの内容が決まってないっていうのが、あれなんで、またちょっと、はい、なんか思い出しこうなんかいろいろやっていきたいと思うんで、はい、またその。説はどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、はい、ハモンドオルガン西川軍曹でした、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃ引き続き今日のレコーディング、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで、本日のレコーディング、全て終了いたしました。お疲れ様でした。パチ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 、まあ我々のレコーディングの現場の雰囲気こんな感じです。はい、今午後7時ぐらいですかね。あ、お疲れ様です。はい、というわけで、お腹が空いたので僕は帰ります。横山でした。ありがとうございました。